高校時代、宿儺の器なんて騒がれたイタドリと結婚して早数年、宿儺が生まれるからやめておけなんて言われた妊娠期間を乗り越えて、生まれた子供はすごくすごく可愛かった。そんな私たちの幸せな日常の話。ゆうか、クッキー焼けたわよ。クッキー食べる？食べる。じゃあまずすることは？手を洗う。よし、行ってこい。はーい。我ながらいい教育したわね。なあなあ野原、俺の分は？あんた、いつの間に帰ってたのよ。たった今。じゃあまず言うことは？ただいま。はい、おかえり。うがい手洗いしてきなさい。おう。とまあこんな感じで、可愛い娘と3人で仲良く暮らしている。娘の優香は性格がユージそっくりで、控えめに言ってもめちゃくちゃ可愛い。お母さん、お父さん帰ってきた。ちゃんとお帰り行った？行った。手はちゃんと洗った？お、忘れてた。はい、洗面所に戻った戻った。クッキーは手を洗った人だけ食べられるのよ。はーい。よっしゃ、手洗った。食っていい？待てこら、あんな小さな娘が手を洗いに戻ってるってのに、父親が真っ先に食べようとすんな。うわぁ、ゆうか早く。ゆうか今手洗ってる。ちょっとくら、立ちなさいよ。ちょ、なんで野原食ってんだよ。あ、つい。でもほら、私は味見を味見。うまい？完璧にうまい。ゆうか、早く来てくれ。もう、そんなに呼ばれたらちゃんと手を洗えないでしょ。ごめんって。じゃあ早速食べようぜ。いただきます。いただきます。おいしい。うめえ。ほら、ボロボロこぼしてる。ちゃんと飲み込んでから喋りなさい。お母さんの作ったクッキーはいつもおいしい。もしかしてうちのお母さんって天才？よくわかってんじゃない。私は天才よ。めちゃくちゃ作んの上手くなったよな。俺が手伝おうとすると台所から追い出されてた時期が懐かしい。だってあんたが手伝うと何作っても成功しちゃうんだもの。お父さんも天才。やっぱ昔から料理してるやつは違うわ。何何？急に褒められると照れんだけど。事実を言ったまでよ。そういえばユージ、優香の運動会休み取れそう？今全力で五条先生にお願いしてるとこなんだよな。絶対に休み取れよ。娘の晴れ姿だぞ。晴れ姿だぞ。俺もめちゃめちゃ見たいから休みたい。優香の運動会って父兄参加あるかな？確か徒競走だかがあったはず。それ俺って出ていいのかな？お父さん走るの？どうかしら。で、いやいやいや、あんたが出たら圧勝しちゃうでしょ。え、そうかな？自分の身体能力なめんじゃないわよ。マジか。近所に陸上やってるお父さんとかいない？そんな偶然ないだろう。どう、ゆうか？わかんない。わかんないか。徒競走がありそうなら私が走るから、ユージはおとなしくしてなさい。ゆうか、お父さんが走るとこ見たい。だってよ、野原。いいいい、ゆうか、お父さんの身体能力は異常なの。バケモンよ。そんなのが走ったら運動会は大騒ぎよ。お父さん人気者になる？見たか、このゆうかの期待に満ちた瞳。こんなん答えるしかなくない？ああ、もうわかったわかった。優香に走りを見せるなら、そのためにも絶対休みを勝ち取るのよ。アイアイさあ。そういえばさ、運動会の競技に子供をおんぶして走るってのあったよな。おお、
あったわね。あまりにも参加者が少ないから、参加するだけでお菓子もらえるやつ。俺それも出る。あ？優香おんぶして走ればいいんだろ。そんなの余裕余裕。そりゃ余裕は余裕でしょうけど、さすがにそれは優香が嫌がるんじゃない？え？優香、お父さんが優香のことをおんぶして走ったら嫌か？嫌じゃないよ。嫌じゃないってよ、野原。そう言ってられるのも今のうちだと思うけど、まあちょうどいいわ。おやつ食べたし、外に遊びに行きましょう。優香のことをおんぶして走ってみれば？お、いいね。優香、公園行くぞ、公園。公園行く。よし。待てこら、水筒にお茶入れるから少し待ちなさい。はーい。優香はいい子ね。え、俺は？何娘と張り合ってんのよ。あんたは昔からいいやつでしょ。数分後、よし、優香もおんぶして準備万端。万端。ちゃんと前見て気をつけて走れよ。おう。おんぶして走る、こういうのって大抵の子供は速いって喜ぶもんだと思うけど。怖い。え、ちょ、優香？の、野原、なんか優香が泣き出しちまった。ごめんな優香、大丈夫か？はいはい、もう怖くないから大丈夫よ。お母さん、びっくりしたわね。優香、ごめんな。俺、おんぶして走るとかって子供って喜ぶもんだと勘違いしてたかも。その考えは一応間違いではないわよ。ただあんたの場合は子供をおんぶしてても速すぎるのよ。突然あんなスピードで走られたら普通にビビるわ。マジか。だから出場は諦めなさい。お菓子欲しかったな。お返し。お菓子なんて買って帰ればいいでしょ。あ、そうだ、優香じゃなくて野原おんぶして走ればよくない？何がよくないった、いいわけあるか。なんで周りは子供をおんぶしてる中、あんたは嫁をおんぶしてんのよ。何かをおんぶさえしてればいいかなって。ルールガバガバすぎでしょ。それに一歩間違えたら私おんぶしてても1位取りそうだし、本当にバキモン扱いされるわよ。くっそー、出場はやめとくか。お母さんのことおんぶしないの？優香の運動会ではしないかな。今は？今？やる？いやいや、いらいな。やらないの？やらないわよ、こんな近所の公園で。ってちょっと待て、何しゃがんでんだお前。優香が見たそうだから。見たい。少しだけよ、少しだけ。よっしゃ来い。重いとか言ったらぶっ飛ばすからな。言わねえし、言うほど野原重くなくね。だから重くないっつってんだろ。ごめんって。よっ、ほら全然重くない。久々のおんぶやば。お父さんすごい、大人でも持ち上がるんだね。お父さんは筋力バカだからね。野原くらい軽い軽い。で、走っていいの？は？いや、いいわけないだろう。いいよ。ゆうか？一丁走るか。私の話を聞きなさいよ。まあまあ、たまにはいいじゃん。昔みたいにやんちゃすんのもさ。たく、変わらないんだから。止まれって言ったらすぐ止まんのよ。へい、イタドリ号発進。発進！わー、すごいすごい。よくもまあこんなに走れるわね。え、なんて？聞こえねえのかよ。よくこんな走れるなって言ったの。ああ、そりゃ鍛えてますから。バランスいい食事とかのおかげもあるし。感謝しなさい。もちろん。ほら、そろそろ優香が寂しがるから。ん？イタドリ号到着。おかえり。はい、ただいま。時間もいい時間ね。そろそろ家に帰りましょう。優香もうちょっと遊びたい。遊んでもいいけど、
夕飯の唐揚げ全部お父さんに食べられちゃうわよ。めっちゃ食うぜ。それはやだ、ゆうかも帰る。よし、ゆうかはいい子だな。んじゃ帰ろうぜ。え、はい、今日も楽しかった。その後、ゆうかを真ん中に手をつないで三人仲良く家に帰った。私が作った唐揚げを美味しそうに頬張るユージとゆうかを見て、しみじみ結婚してよかったなと思う。スクナが生まれるなんて言ってた奴らに見せつけてやりたいわ。私らは今こんなに幸せだからなってね。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。